皆様こんにちは。今回もこちらの椎名あつみちゃんと質問コーナーをしていきたいと思います。本当にね、急遽募集して質問くださった方ありがとうございます。50秒前ぐらい本当に募集したのがもうちょっと前、3分前ぐらい、うん。はい、じゃあ早速紹介じゃない、答えていきたいんですけど、私の動画恒例のちょっとカラコンが、フレッシュルックデイリーズのピュアヘーゼルと、リップがザセムのティントとアイスキンのリッププランパーをつけてます。かわいい。はいはい。で、あーちゃんの。私はティアモのダーリンティント。あ、全然違った、さっき適当なこと言ってた。ティアモのクラッシーブラウンっていうカラコンと、うん、ティントはエチュードハウスのウォーターリップティントを使ってます。はい。さっきティントって言ってたよ。こっちが正解、これが正解です。はい、では早速も、答えていきたいと思います。めっちゃでも来てくれた、くれた。もうよかったね。あーちゃん、しーちゃん、質問コーナー。あーちゃん、しーちゃん、質問コーナーね。お互いのここがすごいと思うところは。あ、すごい。じゃあ、ゆうさん。はい。しーちゃんのすごいところは、うん、同じためなんですけど、めちゃくちゃ、なんだろう、プロ意識並みに動画が上手、伝え方が上手。で、動画をいつも見ていて、全部ほとんど見てるんですけど、もうすぐ買いたくなっちゃう。紹介してるものを、伝え方がものすごく上手だなって思いました。ありがとうございます。にやける。じゃあ私は、まずもともとアイドルをやってたっていうところが、まず歌って踊るがすごいがすごい、本当にって思うのと、編集、同じく編集が面白い。初めてやれた。めっちゃ面白い。私が使いこなせてない感がすごいわかる。なんかいろんな機能を使って、ここにあったり、ここにあったり。すごい。本当に面白い。出るかないわ。私には無理だ。そう、本当に面白い編集も、ちゃんと全部使ってるっていう感じが。あるのと、私的にはすごい寝かせてくれる。私本当に寝れない人なんですけど、もうあーちゃんの動画を見ると声が心地よすぎてすぐ寝ちゃうっていう、そう、睡眠促進効果があります。そういう動画も出してみようかな。音ペンジみたいな。そう、嬉しい。そこが好きです。やったあとは、仲良くなったきっかけは、っていうことですけども、でも今日初めてぐらいな感じなんだよね。2回目で、1回目はウームの人たちでご飯会に行って、うん、まあお互いお酒を飲むので、うん、で席も離れてたから、端と端ぐらい、端と端で話せてなかったんだけど、帰り際は話しかけてくれて、うん、でそこで2秒ぐらい喋ったね、うん。2秒その話したおかげで記憶に残ってたから、うん、お互い、そう、お互い、そう、存在がね、そう。で、なんでだろう、あ、私が、そう、そうそうそう、私が、そう、私に声をかけて、そう、受けてくれて、こういう動画が、ね、つながりました。そう、そんな感じです。もう1年間ずっと会いたくて、友達の友達にちょっとつながりがあったみたいで、それでもうずっと会いたいって思ってたら、こうやって出会えて、そう、出会えて、嬉しい、幸せです。感情ゼロだって。幸せです。幸せ。はい、そんな感じで、本当に声をかけてよかったって感じ。やった。では、2人の好きなディズニーキャラクターは、せーの、あちゃんといえば、ね、あちゃんといえばディズニーなんで、そう、大好きで、大好きで、せーのでいこうか。せーの、ダッフィー。ダッフィーなんだね。ダッフィー、大好き。そう、もう本当にダッフィーの顔が、のバッグとか、それが出たての時にお店に入るまで並ぶみたいな。それも並んだの。
それぐらい欲しくて、そうダッフィーが大好き。なんかでもプリンセス系が好きそうだと思った。あんまり、そうだね、うん、ダッフィーが一番好き。意外、じゃあディズニーシーの方が好き。そう。うん。お酒も飲めるし。あ、同じだ。で、ミッキー。ミッキー。もう超かっこいい。もうそう、あとのツイッターでわかる。かっこいい、みたいな。そんな感じかな。そんな感じ。ダッフィーとミッキー。ダッフィーとミッキー。お友達同士のやつですね。あ、ほんとだ。次、好きな男性のタイプはです。え、でもこれ大丈夫？まあ、好きな男性のタイプ、タイプはない。ないの？そう。え？あっさりした顔の人が好き。あ、もう。二重とかだと。外見。そう、強いて言うならね。そう。それぐらいかな。一重の人が。そう。ちょっと二重だとね、あの目力が強くて、ちょっと、直視できない。意外。そう、ブラウン珍しい。じゃあ、うん、なんだろう、大人の人が好き。なんか落ち着いてる。大事。自分よりすごいいろんなことを知ってる人にキュンってするかな。何でも知ってる人、何でも教えてくれる。なんか昔から小学校の先生とかが好きで。そうなんだ。同級生とかよりはそういう大人の人が。へえー、うん、確かにかっこよく見えるよね。そんな感じが初めて言ったかも。初めて。そうなんだ。大人な人が好き。わかる。うん、神子供だと思って。次。最近のマイブームは何ですか？あー。マイブーム？あ、あった。もう最近、フェイスマスクにめっちゃハマってて、うん、必ず化粧水して、美容液つけて、マスク。するのにすっごいハマって、パックパック、へえ、すごい。もう前まではお風呂上がってすぐパックして、うん、なんかドライヤーしてみたいな、うん、その順番だったんだけど、うん、美容液の後にやるとその美容液が全部入るみたいな。あー、そういうことか。そうらしくて、それを聞いてからなんか使ってたらすごいハマっちゃって。え、全然変わる。もうなんかもちもち。すごい。へえ、そう、それにハマってます。すごいためになる。パックにハマってる。うん、私は、ちょっと待って、食べ物とかでも。あ、ゲーム実況にハマってる。あー、前より、うん、なんかね、ほんと、言ってもいいのかな、うん、アブさんとか、もう100万人とか突破してる、YouTube、すごいな。へぇ、ニコニコとかにも動画上げられてる、すごい有名な方で、うん、を見るのにハマってる。マリオカートとか、うん、マリオメーカーとか、うん、マリオ系の実況を見るのにハマっていて、私の妹もめっちゃ好き。あ、そう。もうずっと見てる。でも、ゲーム。妹はツイキャス、ゲーム実況をずっと見てる。ツイキャスでもあるんだ。もう、めっちゃ面白い。面白い。それかな、ゲーム実況に。うん、ハマってます。ハマってます。では、今、一番食べたいものは何ですか？餃子。どうぞ。サーモン。サーモン。サーモンが好きなの。お刺身めっちゃ大好き。あー、好き。私はね、ペペロンチーノがめっちゃ食べたい。おしゃれ。もうね、ニンニクがすごい好きで。あー、美味しい。そうね、ニンニク、うん、ペペロンチーノを昨日食べようと思ったんだけど、うん、あ、明日、あーちゃんとのコラボだったらダメだな。そっからもう、頭はペペロンチーノです、私の。そうだ、ニンニクはね、次の日の朝の時じゃないと。そう。あと引くからね。うん、ちょっと重要なね、パチパチ。では、会ったことないけど、会ってみたいっていう YouTuber さんは誰ですか？え、男性、女性、どっちだろう？多分どっちでも大丈夫だと思う。うん。どうぞ。ケミオさん。あー！泣いたーって。あ、ケミオさん。わかる。なんか実際会っても、うん、そういう面白いのかなっていう。なんか仲良くない。なりたい、奥がましいけど、なんかお話ししたみたいなって。絶対面白いと思う。ケミオさんかな。ケミオさん。誰？で、会いたいのは、ナミさん。あー。に、会ってみたいなーっていう憧れが。え、なんかすれ違ったりとかも。すれ違ってない。すれ違ってない。うん。なんか、でも、ウームの方ですね。そう。いつか会いたいの。ね。憧れの憧れ眼差しで。子供の頃好きだった遊び。何してた？覚えてる？意外と覚えてる。あのシルバニアファミリー。あー、シルバニアとリカちゃん。あー、かわいい。
めっちゃやってた。え、何歳ぐらい？ 4 歳とか。え、小学生。小学生、低学年までは遊んでたかも、妹と一緒に。流行ったね、シルバニアとか。流行ったよね。すごい。大きい家とか。シルバニア？いや、あったけど、うん、覚えてるのがローラーシューズ。はぁー、私も持ってた。え、靴に。こういう方？なんだそれ。え、かかとについてる？あー、両方。え、前と後ろ4つと靴があって、うん、靴があって、ここに、あ、どういうのだっけ、かかとじゃない方、中、真ん中の方に。え、真ん中、え、真ん中って足をそんなに上げなくて、ちょっとカッてやるとシャーってできる。私もそれ持ってた。え、私めっちゃかかとだった、ついてた。あの、ね、2パターンある、かかとと真ん中。真ん中かかとはもうこんなに上げないと上げる進まないやつ、後ろちょっと添えるだけで。流行ったよね、やっぱり。流行った。あれすごいブームだったよね、うん、楽しい。今もやりたい。ああ、私もやりたくなってきた。あ、売ってるのかな今。え、売ってた。てかAmazonで売ってた。あ、ありそう。めっちゃ進化してそう。でも買うのはAmazonっていう。買うのは全部Amazonラブ。ではよく聞く音楽は何ですか。私は加藤ミリア。おお、すごい大好き。もう中学生だからそうばっかり聞いてる。なんか唯一すごいおしゃれな友達がいつも加藤ミリアさんだって、うんうんうん、知る曲が、うん、すごい、ブギーバック。そうそう、それだけ覚えた。すごい、結構なんか発着した系を。多分そうだね。あ、いいよね。でも、うん、しんみりもできるし、ぽい。でもぽい。好きそう。あーちゃんは？あー、ディズニーがほとんどで。へー、聞くのも？聞くのも、お風呂も電車もディズニー。へー。でもすごい、もうはっちゃけたいっていう時はビッグバンさん。ポーンって言って大好きで。わかる、盛り上がるよね。そうなんだ。え、ディズニーはなんかパレードの曲、ショーとか、今やってるショーとか。すごい、うん、なんかすごい結構大きい音で聞くんだけど、うん、お祭り、夏祭りとか聞いてると、うん、この子、なんか太鼓の音楽聞いてないポンポンっていうのはね、聞こえる。楽しそう、うん、そんな感じ。そんな感じ、すごい徹底的にディズニーが。なるほど、うん、最後ぐらいかな、じゃあ結構撮ってる、うん、では、うん、これが最後になります。最後、自分へのご褒美は何ですか。私は食べ物かな。あー、でも思った、一緒。なんか本当にちょっといい焼肉屋さんに行くとか、それが幸せ。同じ、全く一緒。でも、うん、あの、くら寿司が大好きで、おくら寿司で何でも気にする、頼むっていう。くら寿司派？くら寿司派。私スシロー派。ご近所にあるかどうかみたいな、ね、家の立地的に。なるほど、うん、そう、食べ物でした。やっぱり食がね、ご褒美で、ね、ご褒美でだから、ね、寝ると、食べると幸せ、ね、幸せ。はい、そんな感じで。そんな感じで。そんな感じだ。そんな感じ。食べ物でした。はい、で、急遽募集したのに、うん、たくさん質問くださった皆さん、本当にありがとうございます。またね、なんか動画撮るときに、ね、うん、質問コーナーできたらなと、またやりたい、うん、思います。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。